自転車競技の渡辺和成です。 3.11 から10年、あの日に思いを馳せることはとても大切です。忘れがたい記憶はきっとそれぞれ違うと思いますが、私はこれからもずっとスポーツを通して誰かの力になりたいと思います。未来に光を灯そう、スポーツの力で。